マガブン、漫画バラエティチャンネル。皆さんこんにちは。マガブン漫画バラエティチャンネルです。動画が面白かったらチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。ということで今回は、本当の意味で精神が弱い人が絶対に読んではいけない超絶うつ漫画を紹介。今回は胸クソってよりもうつ系の作品の紹介なわけか。それにしても何回見ありげに言ってる本当の意味でってのは一体どういうことなんだよ。これまでにもうつ系の作品はかなり数多く紹介してきたけど、本当に精神不安定な人が読んだら危険度が一番高い作品なんだよね。過去最強のうつ漫画って触れ込みでいいのか。とにかく描写とかストーリーが生々しすぎてメンタルに来るレベルは最強だと思うよ。それは期待できそうじゃねえか。とっととどんな作品なのか教えてくれや。それじゃあ早速いくよ。マガトン漫画バラエティチャンネル。今回紹介するのは笹川めめみ先生の母とうつと私という作品。 WEB 漫画の V コミの作品で、いわゆるレディースコミックに分類される作品だね。じゃあ今回は女性向けの作品ってことか。一応作品はそういう分類ではあるけど、読んでみた感想としては別に男女問わずって感じだね。とにかくリアリティのあるうつ漫画が読みたい人には誰でもおすすめできる作品だよ。女性先生が描いた作品って心理描写部分が生々しくてうつ胸クソ系だと実はかなり親和性が高いんだよな。そしてタイトルからもわかる通りうつをテーマにした作品なんだ。それを漫画的要素ではなくリアリティ重視で描かれているからかなり読んでいて苦しいんだよね。精神的に弱い人が見ると結構本気でしんどくなっちゃうと思うから、煽り文句じゃなくて注意が必要だよ。漫画として割り切って見れるブラッド・ハーレイの馬車とかとはまた毛色が違うヤバさなわけだな。私自身結構漫画に影響されやすいタイプだから、この漫画は本当に要注意としておきたいね。自己責任でよろしく頼むぜってことだな。それで一体内容はどんな作品なんだ。幸せな家族だったのに、それがある日突然崩れていってしまうんだ。それが母親の鬱によってってことだな。そういうことだね。そして嫌なのが、この物語の主人公は子供目線で進んでいくんだよね。幸せだったのに母親が病によって壊れていってしまうのを何もできずに巻き込まれていく子供視点が中心なんだ。子供目線で母親が壊れていくってだけで激烈に最悪な気分になるぜ。旦那目線や精神科医目線とかではないから、本当に無力感を突きつけられてしんどくなるんだよね。子供の立場じゃマジでどうすることもできねえわけだもんな。そんな4人家族を描いた作品というのが本作の概要だね。もうすでに憂鬱な気分なんだが、覚悟があるやつにだけそろそろもうちょっと詳しい内容を教えてくれや。それじゃあ続いてあらすじ紹介に行くよ。よろしく頼むぜ。マガトン漫画バラエティチャンネル。ここからはあらすじや魅力を紹介するにあたって少しネタバレが含まれるから、未読の人は注意してね。概要欄に本作をお得に読めるリンクを貼ってあるから、これ以上情報を入れたくない人はそこで読んできてね。それじゃあ行くよ。本作は先ほど伝えた通り、家族の壊れていく日常を書いているんだ。そんな家族は父と母と姉弟の4人家族。その中で主人公は姉の小学3年生の女の子。兄弟の仲もよく、お金に不自由することもなく、とにかく毎日が楽しい絵に描いたような幸せな家族だったんだよね。そんな幸せな日常が壊れちまうわけか。そうなんだ。その日はあまりにも突然訪れてしまうんだよ。ある日兄弟でいつも通り学校から一緒に帰っていたんだ。そして家に到着してインターホンを押すんだけど、いつもすぐに鍵を開けてくれる母親の反応がなかったんだ。もうバチバチに嫌な予感がするな。しかもインターホンから聞こえてきたのはなぜか父親の声だったんだ。本来だったら仕事でいないはずなのにってことだな。その父親の声は明らかにいつもと様子が違ったんだよね。やっとドアが開いたと思ってそこに立っていたのは疲弊しきった父親の姿で、姉は違和感を感じるんだ。そしてリビングの方にかけていくと、そこに立っていたのは、いきなりクライマックスじゃねえか。突如母親は発狂するんだ。父親は必死に取り押さえるんだけど、それでも規制を上げ続ける姿にしては泣き崩れるほかなかったんだよね。そもそもなんでこんなことになっちまったんだよ。前兆としてはこの2年前くらいから母親が異常に氷を食べるようになっていたんだよね。一体何なんだよそれは。うつの症状にそういうのがあるみたいなんだ。
そこから強烈な頭痛や目の痛みなど様々な症状に悩まされるんだけど、原因はわからずに辛い日々を送っていたんだ。心療内科を勧められて抗不安薬を処方されて症状はマシになったものの、副作用で寝込むことが多くなってしまったんだよね。この時点でかなり兆候は見えてたわけだな。それで父親は一体何をしていたんだよ。父親は単身赴任で週に1回しか家に帰れない状態だったんだ。それが母親が壊れてしまう最大の原因になってしまったんだよね。どういうことだぜ。単身赴任が始まった頃はまだまだ子供も小さく育児に追われる毎日だったんだ。そんな中で父親は家族への愛情で毎週1回は帰ってきたんだけど、その水曜日じゃせっかくだからと毎回大掃除にご馳走を用意していたんだ。めちゃくちゃいい家族じゃねえか。ただ育児に追われる中で逆にその水曜日がストレスに感じるようになってしまったんだよね。父親を出迎えたい気持ちが強かったからこそ、日常的に家事育児をこなす以上の負担がかかっちまったのか。そしてついに限界が来て離婚してくださいと伝えたことで父親も老変してしまい、家族は壊れてしまったんだ。気づいてなかっただけで実はとっくに壊れちまってたのか。父親は家にお金をあまり入れなくなったり、声を荒げたりするようになっていったんだ。そんなこんなで追い込まれて鬱になっちまったわけだな。そしてここから病気で家族も医者も信用できなくなった壊れてしまった母とめめみたち家族の物語が始まるんだよ。ここから始まるのか。そうなんだ。そして一巻の結末はめめみたちにとって最悪な形で迎えてしまうんだよね。めめみ、なんかどっかで聞き覚えのある名前。ついさっき作品紹介のところで言ったからじゃないかな。あ、そんなキャラ紹介みたいなことされた覚えはないぜ。いや、間違いなく言っていたはずだよ。今回紹介するのは笹川めめみ先生の母と鬱と私という作品。笹川めめみ先生のめめみ先生の、おいおいおい、じゃあもしかしてこれって作者の実話ってことか。はっきりと言及されているわけではないけど、主人公の名前と先生の名前は一致しているね。しかもここまで紹介した内容ってただの序章ってことだったよな。その通りだよ。作者の実話ベースでここからえげつない本当に壊れてしまった家族が書かれていくんだよ。正真正銘の鬱漫画すぎねえか。でも作者自身が漫画にしているってことは最後はちゃんと報われるんだよな。それがどうなるのかは自分の目で確かめてね。本当に誰にでも起こりうることがリアルに書かれているから気をつけて読んでほしいよ。序盤のどんどん壊れていく感じはかなり精神的に来るから覚悟して読んでね。確かに味方によっちゃ最強クラスにヤバそうだぜ。概要欄からだと150円くらいで母親の狂気から訪れる最悪の展開まで読めるから、ぜひ読んでみてね。とりあえず覚悟はできたつもりだから早速読んでくるぜ。それでは今回はこの辺で。それじゃあまた。